こんにちは、日向陽一です。今回は、個人差あり男女の違い、夫婦関係バージョンということでお話をしていきたいと思います。あるですね、クライアントさんからメールをいただいて、質問をいただきました。女性のクライアントさんですけど、動画を140本ほど見ていて、自分の場合に置き換えて考えるときに違和感を感じることがあります。特に、2019年10月2日の動画で、人の気持ちがわからない旦那にがっかりする妻へは、まさに人の気持ちをわからない妻にがっ…あ、違うや。ごめんなさい、もう一回いきますね。人の気持ちがわからない旦那にがっかりする妻へっていう、これタイトルですね。まさに人の気持ちをわからない妻にがっかりする夫というタイトルに読み替えたくなるほどです。今までもいろいろな男女の違いについての話で、私たち夫婦にとっては逆なのかなと思うことがありました。夫は私と会話のキャッチボールができないことにストレスを感じており、喧嘩の原因になることが多いです。性生活に対してはもともと性欲が少ない方だと言って拒否すると言われています。先生の奥様のように夫も綺麗好きで、汚れたら拭いてほしい、水気なども拭いてあると喜びます。ということで、ちょっと長くなるので割愛しますけど、簡単に言うと、男女の違いで、私がこう、女性はこういう傾向がありますと、男性はこういう傾向がありますという中で、ご主人が、女性的だな、私が女性をこういう傾向がありますというものに当てはまる、ご主人が当てはまる、そして男性をこういう傾向がありますということに関してご自身が当てはまるということの方が比較的多いと。で、かといって、全く男性的な傾向がご主人にないわけじゃなくて、女性的な傾向が全く自分にないわけでもないということですね。ですので、ここに結論から書いてますけど、個人差ありということなので、夫婦関係においてね、個人差があるのは全然おかしいなことじゃないという話ですね。で、どうしても、セミナーとか、こういう動画もそうなんですけど、この動画は、今回みたいに個別の、質問に答えるという形であれば、そのカスタマイズして、お話しすることができるわけですけど、統計のベルカーブっていうのがありますね。こういう感じになるんですけど、いろんなものの分布が、ここ平均値なんですけど、で、この、95%、90% かな。ちょっとこのはみ出る人たちがいるっていうことなんですよ、どんなことでも。で、90%、これ、パーセントなんでもいいんですけど、8割と、10%っていうふうに言ってもいいかもしれないです。これ、どこに線引くかによるんですけど、ここに当てはまらない人たちっていうのは、出てくるわけなんですね。分かりやすいと思うので、性生活、性欲に関してっていう話で、お話していきたいと思います。なぜなら、この、10% っていうか、このこと、つまり、夫小なり妻、奥さんよりもご主人の方が性生活を渇望するっていうか、求める、例えば頻度であったり、時間であったり、そういうことで、ご主人の方が性欲が強いというふうに言うことができると思うんですけど、性的な性生活を求める求めが強いということですね。で、ここでこの 10% は妻小なり夫、
つまり妻の方がそれを求める気持ちが強いっていう人たちがいるわけです。で、じゃあこの人たち異常かっていうと別に異常じゃないんですよね。だからこれまあある意味あの食べ食う虫も月々とか、あとまあそれはあんまりいい表現じゃないですね。まあ十人十色とかって言ったりしますので、十人いれば十色の気質っていうか、まあ、そういうものがあるわけですね。で、そういう意味ではあの夫と妻っていうのはバランスを取るようにできてるんですね。2人で、まあ、2人は一体となるというふうに聖書に書いてありますけれど、ですので、お互いが助け合えるようにっていうふうにあの作られてるので、どういうことかっていうと全く同じ、性質気質があって 100% あの同意するっていうことは基本的にないっていうことなんですよね。だからそういう意味であの全く、異常でも何でもないです。で、例えばですね、あの、まあ、うちの夫婦 の、 あの例を出すと分かりやすいと思うんですけど、私の方がよく喋るわけです。まあ、この、 あの動画を見てくださればよく分かると思いますけど、まあ、夏江の方が静かなわけですよね。でだからそういう意味ではあの私の方が、まあ、女性の方が喋るっていうのが一般的なんですけど、私の方が喋るわけですね。で喋らないと、まあ、ストレスがたまるとかっていうのも、まあ、私はだからそういう意味では女性的な部分っていうのがあるわけです。でじゃあそれって、それが自分が異常かとかあのそれじゃいけないのかっていうとそんなことないわけですね。それは私の気質なんで。で彼女夏江さんがもっと喋った方がいいとかそういうことでもないわけですよね。で一人一人神様から私たちは気質っていうのももらってますので、あのそれは全部あの体フィジカルっていうかあの身体的なことも含めてですね。で全部神様からもらっているわけです。ですのでまあイメージ的にはあの冷蔵庫にの中にあるあの食材で、料理を作るみたいな感じですね。だからないものを例えばまあステーキ食べたいけどステーキが冷蔵庫の中に入ってなければ、まあ、それ食べれないわけですよね。まあ、買ってくるっていうこともできるわけですけど、でも基本的には、まあ、お互いの気質っていうのはその冷蔵庫の中にもうすでに与えられている、まあ、食材っていう感じなので、その中で、まあ、どうやって一番美味しいコンビネーションを作っていくかっていうことですね。ですので、まあ、ステーキ肉はないけれど、まあ、あの豚肉があるんで生姜焼きじゃあ作ろうかみたいな感じですね。本当は食べたいのはステーキなんだけどっていう、でそういうことはあると思うんですよ。ですので、個人差あります。で個人差あって全然問題ないです。でそれはもうそれぞれの気質そして生い立ちとか そういうこともありますし、今まで自分が一個一個選択をしてきたことの結果として今がありますので、まあ、それは全然心配する必要がないですね。ですので、ここでこの女性のクライアントさんが、おっしゃっているのは、夫のように男性的な特徴と女性的な特徴をミックスして持っている場合もあるという理解でよろしかったでしょうかということなので、結構です。というかむしろ、100%なんていうんでしょう、ここぴっちりアベレージの人っていう方が少ないわけですね。それぞれ分布してますので、ですので、持っている場合ミックスして持っている場合もあるという理解というよりはもう少し言うと、そういう人の方が多いっていうことです。混ざってる
私も完全に平均ですという人はほとんどいませんので、あの中にはもちろんいますよ、あの数で言ったらここが一番多いので。だけどぴっちり同じっていう人よりはぴっちり同じじゃない人の方が多いということですね。東京に住んでる人口は一番多いんだけど、東京に住んでる、首都圏に住んでる人たちは多いけど、首都圏に住んでない人たちの方が多いわけですよね。まあ今ちょっとそういう人口のことっていうのは変わりつつありますけど、都市化が進んでるのでね。まあそういう意味で、ミックスして持っている場合もある。でむしろそういう場合の方が多いというふうに理解していただいていいと思います。で、夫のような男性的なところと女性的な特徴を合わせ持つ人ような人に対して私はどのように対応したらよいのでしょうかっていうのは、これ、結構この今回のお話の肝ですけど、相手を生涯かけて理解していくということなんですよね。このアベレージの人と別にそれを探して結婚するということはゴールじゃなくて、神様が私たちの人生に与えてくださった伴侶がいますので、その人を愛するということに集中するわけですね。でその人に合わせていくということですね。ですので、そうですね、まあ例えば今私はこのマンションに住んでますけど、マンションの部屋っていうのは基本的にそれぞれみんな同じ間取りなわけですよね。だけどそこに住んでる人とかそこに入ってる家具とかそのライフスタイルっていうのはそれぞれ違うわけですよね。ですのでお二人に合ったベストなその家具とかそのいろんなその家電とかねを買ってくるわけじゃないですか。それと同じようにご主人に合った自分になっていく、ご主人を一番満たせる自分になっていく。別の言い方をすればその相手を理解するっていうことを一生涯かけてやっていくっていうことなんですよね。まあ心理学者 の臨床心理士の、まあ、河合駿さんというもう亡くなられましたけど草分け的な方がおっしゃったのは、一人の人間を理解するっていうことものすごいことなんだっていうふうに言いましたね。その通りだと思いますね。で私たちは与えられた一生の中でもう本当に一人の人を愛するっていうこと、一人の人を愛するためにその人を知っていくっていうことでもう手一杯なんですよね。なんでかというと自分と違うんで、で自分と違うからこそその人を理解して愛していくということを生涯かけてやっていくわけですね。まあちょっとイメージとしては、野生動物を研究する研究家みたいな感じですね。で、もうちょっと言えば、まあ、海洋生物を研究する海洋生物学者みたいな感じですね。なぜなら、飼育することができない、まあ分かんないですけどザトウクジラとかも時々しか現れてこないわけじゃないですか。だけど現れてきた時に観察するっていうかね。だからそういう意味でご主人の特徴が現れる言動言葉とか行いっていうのは時々水面に出てくるというか海面近くに上がってくるんで観察できるっていう。だけど本当にその人がどういう人なのかっていうのはもう海の中でどういう生活してるのかとかって分かんないわけですよね。ずっと密着できないんで、そういう感じなんですよね。だから与えられた情報をもとに与えられた、まあ、姿をもとにその人の心を理解するようにしていくというか、でそのためにまあ質問したりすることもできますし、まあ、それができるわけですね。でそれを一個一個当てはめていく、だからカスタマイズしていくということですよね。自分自身を相手に合わせていくっていうか、でそれは自分自身を失うっていうことじゃなくて、自分が自分でありながら相手を思いやって極力相手に合わせられるようにしていくというかですね、まあ、そういうことですね。はい、ということで、おっしゃっている通りで、夫のような男性的なところと女性的な特徴を合わせ持つような人に対して私はどのように対応したらいいのでしょうかというのは、
なんて言うんでしょう、まあ、その後こう続けておっしゃってますね。ネガティブな気持ちも夫に聞いてほしいですが、聞きたくないという夫に対して無理に聞いてもらおうとせず、私は夫に従うことを神様望まれていると理解したらよいですか。対処法としては日記に吐き出す、神様分かってくださると信じ、夫には言わないようにして喧嘩を避けたいと思っていますと。だから、ご主人は、まあ、ネガティブな気持ちを聞きたくないっていうのは、まあ、これ男性的なところだと思うんですね。で、じゃあ、無理に聞いてもらおうとせず、私は夫に従うことを神様望まれていると理解したらよいですかっていうふうに書いてますけど、でもそれじゃああなたの気持ちが済まないわけですよね。だからその面は知恵を用いてご主人に知ってもらわないと気が済まないと思うんです。日記に吐き出したり、神様は分かってくれると思っても、ご主人との関係でそれが分かち合われてなければ、きっとなんて言うんでしょう、いけないっていうかね、気が済まないと思うんですよね。で、それはあなたの性質とご主人の性質ということなので、そういう意味で、なんて言うんでしょう、ご主人が聞くことができるような形でどうやって伝えられるかっていうことなんですよね。だから、何が言いたいかっていうと、相手を理解する。で、相手を理解すると同時に自分のことも理解して、そしてどういう形でそのネガティブな気持ち、否定的な気持ちを伝えたらいいのか、まあ、苦しいとかね、悲しいとか、まあ気になってしょうがないみたいな感じだと思うので、でそれを今まで通りにそのままぶつけたら、まあ、彼はそれを聞きたくない、もうそんな話聞きたくないっていうふうになっちゃうと思うので、これは、まあ、いろんな動画の中で話してますけど、そのネガティブな気持ちを相手が責められてると感じないようにどうやって伝えるのかっていうのを自分で学んでいく必要があると思うんですね。その一応なんかその日記に書き出すとか神様に話すっていうのは一つの方法だと思いますね。で、その中で神様から知恵をいただいて、どういう形で夫と共有したらいいのかっていうのを、それを学んでいく必要があるわけですね。ですので、これは1日で済むことじゃないっていうか、本当にもうさっき言った一生涯かけて海洋生物を研究している海洋生物学者のつもりになってください。すぐには分かんないんです。でも時々姿を現してくれる、時々本音が見える。で、その時にその理解してくして、お互いに理解できるように、まあ、コミュニケーションを取っていくっていうことですね。破壊的な形じゃなくて、作り上げる、まあ、建設的な形でコミュニケーションを取っていくっていうことは、まあ、これは別の、今回はお話しできないですけど、必要なことだと思いますね。ですから、この2個目の質問に答えるとすれば、聞きたくないという夫に対して無理に聞いてもらおうとせないで、で自分の気持ちを抑え込んで夫に従うことを神様は望んでないと私は思います。なぜなら、夫が妻を愛すること、夫が妻を理解することを神様は望んでるわけです。だから妻は、とにかく自分の気持ちを抑え込んで夫に従えばいいんだっていうふうに諦めの気持ちとか、そういう気持ちを持つことを神様望んでないと私は理解しますね、聖書から。だから知恵のある女っていうのは、そういうネガティブな気持ちとかを攻撃的ではない形で伝えることができる。で、このクライアントさん、まあ、あなたの場合はすぐそこで喧嘩になっちゃいますので、それは慎重になる必要があると思うんですね。今までの関係でお互い傷つけ合ってきちゃったので、もうすごい過敏になってるっていうかね、
批判されることに対してお互い過敏になってますので、まあ、そういう意味ではしばらくの間は神様に委ねる、まあ、書き出していくということは応急処置としてはいいと思いますね。だけど長い目で見たらお互いにそういう気持ちをまあ共有できるようになっていく、それだけの信頼関係っていうのを築いていくということが、まあ、長い目で見るとゴールになってくると思います。だから何かネガティブなことを言われても自分を責めてるわけじゃないんだって、彼女は苦しいからこういうことを分かってもらいたくて言ってるんだっていうふうにご主人が理解できるようなレベルまでね、とりあえずは持っていきたいと思うんですけど、それに関しては時間をかけて信頼関係を築いていくということがまあ、第一優先になっていくと思います。はい、ということでちょっと今日長くなりましたけどね、個人差ありますので心配しなくて大丈夫です。で神様は全部分かった上で私たちをこう出会わせてね、夫婦として生きることを、ね、許されてますので、それを本当に人生の学校じゃないですけど、まあ、神様からの、ね、訓練と、そして私たちが愛する人になるための招きとして捉えていただければいいかなと思います。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。